間もなく開幕するサッカー女子ワールドカップ。しかしここに来て日本国内のテレビ中継が決まっていないという問題が発生し、関係者たちは頭を痛めている様子です。これは単純に放映権の高騰が理由とされていますが、そもそも男子サッカーと比べて認知度が格段に低い女子サッカー。そんな状況下で FIFA 会長の日本側に対するある発言が話題となっています。そこで今回は女子サッカーワールドカップの放映権の問題に迫っていきたいと思います。なぜ放映権を買わないのか、逆に人気だったら誰が買うかといった部分を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。放映権を得られない理由。まず放映権の問題について、 FIFA は女子選手の待遇改善を掲げた上で、今大会の賞金総額を前回の2019年大会よりも4倍近くになる1億1000万ドル約158億円にする考えを示しており、それを放映権料で賄おうとした結果、価格高騰を招きました。サッカージャーナリストの後藤武雄氏は、女子サッカーはヨーロッパ勢がアメリカに迫る勢いでレベルアップし、日本も優勝を狙える位置にあり、大会自体はハイレベルな試合が楽しめそうだが、ヨーロッパ各国でも放映権交渉は難航していると言及した上で、もともと放映権は男女大会のセット契約だった。それを今回から別々の契約にした。 FIFA は男子の放映権を 10% と見込んだが、各放送局との交渉は暗礁に乗り上げていると指摘しました。そこで女子プロサッカー WE リーグのチェア高田春菜氏は、放映を目指しクラウドファンディングで資金を募る考えを口にしましたが、それに対して後藤氏は、開幕を間近に控えた中で手遅れだ、何十億円ものお金が集まるわけがないと反論しつつ、そもそも女子サッカーは認知度が低い、まずは関心を広く高め、 WE リーグを存続させるためにも地上波で代表の活躍を宣伝することが必要不可欠である中、女子サッカー振興に対する本気度が感じられない。日本サッカー協会は FIFA を説得するか、テレビ局に働きかける、または JFA も放映権料を負担すべきだと JFA の責任を強く問いました。しかし状況は急展開を迎え、7月17日米紙ウォールストリートジャーナルは、開幕1週間前にようやく日本の NHK が FIFA 女子ワールドカップを放送することが決まったと報じています。ですが日本が世界の主要国の中で最後まで放送が決まらなかったという事実は変わりません。続けて同氏は、 FIFA による女子ワールドカップのテレビ放映権販売はいかに失敗したかと痛烈な見出しで批判。サッカーの統括団体は、今回の大会を収益化するために男子の大会とセットにするのではなく別個の放映権販売を開始した、だが失敗と不運によりFIFA は目標に大きく届かないことになると報じています。具体的には FIFA は世界中で放映権料を合計3億ドル約417億円での販売を目標に設定していましたが、この数字を1億ドル約139億円以上も下回ったとのこと。ただ合計で2億ドル約278億円近くには達する見込みとなっており、当初の目標額が高すぎただけとも言えますね。当初日本での放映権が決まらないことについて、日本人は女子ワールドカップが見られない、元チャンピオンの日本が W 杯からブラックアウトといったように、 BBC や CNN などの世界中のメディアがこの事実を大きく取り上げ、ニュースは世界中に知れ渡ってしまっていました。女子のワールドカップで頂点に立ったことのあるチームは世界でたったの4カ国しかありません。日本はその数少ない優勝経験国の一つにもかかわらず、日本が女子サッカーの放送にお金を払おうとしないことに関して世界からは厳しい目で見られていました。米スポーツチャンネル ESPN は、日本が契約しないのは残念だがそれ以上に情けないと日本を非難する形で報道していました。現在なでしこジャパンは FIFA ランキング11位となっています。なんとかアジア勢ではトップですが、2011年のワールドカップ優勝後に1位だった時期に比べると弱体化したといえます。なでしこジャパンは2011年のワールドカップ優勝以降、2015年こそ準優勝でしたが、2019年はベスト16、東京五輪はベスト8に終わり、ビッグタイトルを手中に収めていません。2020年に WE リーグが開幕し、当時と比べれば育成環境も整備されていますが、なでしこジャパンの結果が出ない理由は他国のレベルがそれ以上に上がっているからです。もちろん日本の女子サッカーのレベルも上がっています。しかし
昨今のなでしこジャパンを見るとヨーロッパ勢やアメリカを相手に技術面や戦術レベルで分が悪くなり結果が出ていないことがそれを証明しています。女子サッカークラブの名門日テレベレーザで監督を歴任してきた寺谷真由美氏は、サッカーの母国ブラジルは別として、いずれも男子サッカーが発達していない地域で女子サッカーは発展してきました。なので戦略的な男子サッカーとは違った発展をしてきたんです。悪い言い方をしてしまえば、当時の女子サッカーはフィジカル的に能力の高い人たちがボールを蹴り合ってるっていう状態だったと女子サッカーの歴史を振り返りました。また寺谷氏は2011年のなでしこジャパンがワールドカップを優勝できた理由について、世界の女子サッカーが現代サッカーに追いついていない時にそれをやって2011年に勝てたんですよね。その時にああいうテクニカルなサッカーをする国が少なかったと当時の状況を分析しています。なでしこジャパンが弱くなったというより、他国が急成長した分なでしこジャパンの序列が相対的に下がったという見方ができます。そう考えると現在のなでしこジャパンに対して放映権が得られないのは当然かもしれませんね。放映権問題について武井壮の正論が話題に。そんなごたごたの渦中でワールドカップを迎えそうななでしこジャパンに対して SNS 上では、特にサッカーを見るときに求めるのはスピード感や激しい肉弾戦、スーパープレーなどを期待しているのに女子サッカーは難しい、だから面白くないし見ない。男女平等は大切だけど、金額は放映するコンテンツの価値に対して設定されるべきでは。そこまで男女平等を唱えるなら男子の放映権料を引き下げればよいと思う。 FIFA の要求する金額が需要と供給のバランスに見合っていないのでは。 FIFA が高額な値段を要求すると結局誰も払えずにそのまま女子サッカーの衰退につながるだけなど厳しいコメントが寄せられました。このことに対し、とある番組内で自称百獣の王で知られる元陸上選手でタレントの武井壮さんが国内放映権の問題についてコメントしたことが話題になっています。まず武井壮さんは、女子サッカーだけではなくスポーツの放映権料は高騰して釣り合わなくなっていると言及し、女子のワールドカップの放映権が変われないことがちょっと男女差別みたいに言われるのは暴論だなと思うと自身の考えを示しました。続けて、陸上だったら同じ期間に同じ場所で男女一緒にやるじゃないですか。レベルやタイムは関係なしに、女子の 100m は男子よりも遅いのに見るじゃないですか。同時に開催して同時に放送するんで、だったらそんなことを男女平等じゃないとか言うんだったら、サッカーも男女共同開催にして同じ期間に同時にやって同時に中継して合算した放映権料を求めればいいんじゃないのとさらに持論を展開し、ただFIFA は男子が高いので女子も高額で売りたいだけ、ビジネスだから仕方ないが、それは男女差別ではないと締めくくりました。これには多くの反響があり賞賛も上がりました。個人的には、本来スポーツの大会は選手たちがファンの前でスーパープレーを披露することで感動が生まれ称えられます。そこにビジネスとしてのお金が絡むことで一生懸命にプレーする選手たちのことを二の次にしているように思えますね。世界の女子サッカー人気と他国の放映権獲得は、開幕目前に控え放映権問題が解決しない日本サッカー界、しかし世界の女子サッカー事情は日本と違ってきています。2011年に日本のワールドカップ優勝を皮切りに、ヨーロッパでは男子サッカーが強い国は女子サッカーに興味がないという潮流が変わったことが大きな要因です。そして女子サッカーは儲かると気づいた欧州各国は本格的に女子サッカーへ投資し始めます。その典型的なのはスペイン。スペインはなでしこジャパンが優勝した2011年ワールドカップへは出場すらできませんでした。そこで真っ先に動きを見せたのが、男子サッカーでは世界的超名門であるレアルマドリードでした。伝統を重んじるレアルマドリードはこれまで女子チームを保有していませんでしたが、2020年に約20億円もの巨額を投資し女子チームを発足。その後強化した結果はすぐに現れ、現在の女子サッカースペイン代表の FIFA ランキングは6位と躍進を見せています。またオランダやイタリアも同様に2011年以降に力をつけてきました。これらの国の共通点は男子サッカーでも強く戦術的に戦うことができるところで、もともと存在したその国の育成メソッドを女子サッカーに応用したことで急成長を遂げています。女子サッカー界はヨーロッパ各国の見込み通り大成長した結果、 FIFA の発表によると2019年 FIFA 女子ワールドカップでは大会史上最多となる約11億2000万人の視聴を記録。
資金力も育成ノウハウも高い水準で持ち合わせるヨーロッパ勢は男子サッカーが頭打ちになるほどの人気に成長していたこともあり、女子サッカーへ目をつけた結果、一気に力をつけて戦術、技術レベルを高めました。現在、ヨーロッパの強豪チームは後方からビルドアップしてチャンスメイクする技術力が備わり、男子サッカー顔負けのレベルまでに成長。その一方で、なでしこジャパンは戦術面で歯が立たなくなり、武器としていた技術面でも強豪相手には劣勢に立たされることが多くなり、日本だけが取り残された状態となっています。これはもともとサッカーに対し高い技術力を持っていたヨーロッパ各国が女子サッカーにも力を入れ始めれば、どんどん強くなるのは自然なことと言えるでしょう。また女子サッカーのチャンピオンズリーグ準々決勝のバルセロナ対レアルマドリードは91,553人、準決勝のバルセロナ対ボルフスブルク戦では91,648人を動員するなど、近年のヨーロッパ女子サッカーは育成だけではなく商業面でも成功し始めています。そしてヨーロッパ女子サッカークラブとリーグの商業的価値は2033年までに現在の6倍にあたる6億8,600万ユーロ、約960億円に達する見込みだとUEFAが発表しました。ヨーロッパと日本との違いは、女子サッカーを儲かる産業として見ているところを考えると、男子サッカーと同じように今後はヨーロッパ勢が女子サッカーを牽引していく存在となっていくと思われます。そうした中、つい先日 FIFA は女子ワールドカップの放映権リストを公表しました。今大会はオーストラリアとニュージーランドの共催で行われるため時差が少なく、日本からの観戦も容易な時間帯に試合が行われますが、 FIFA が大会の賞金を引き上げるとともに放映権の販売価格を値上げしたため、日本だけではなくヨーロッパ各国で中継するテレビ局の決定が難航していました。放映権は FIFA にとってのドル箱ですので、男子並みに臨んだものの、ヨーロッパ各国のテレビ局が提示した金額はかなりの低価格。例えばイタリアは2022年男子ワールドカップには1億6,000万ユーロ、約224億円だったのに対し、女子の入札額は30万ユーロ、約4,690万円。またイギリスでも男子が約1億1,200万ユーロ、約156億8000万円に対し、女子は900万ユーロ、約12億6000万円と、2022年の男子大会に比べ格差ある定額表示となりました。これに対し FIFA のインファンティーノ会長は激怒し、女性蔑視として、もっと金を出さなければメディアを締め出すと脅しました。そして選手たちの多くは、お金が欲しいわけじゃない、正当な扱いとリスペクトが欲しいだけだと放映権について嘆いています。最終的にごたごたの騒動はヨーロッパ放送連合と FIFA との間で交渉が成立し、ヨーロッパでは大会の観戦が可能となりましたが、大会に参加する32カ国のうち放映が決まっていないのは日本、フィリピン、ハイチの3カ国。その一方でヨーロッパをはじめとする189カ国の地域では放映先が決まっていることが明かされました。日本もバタバタながら NHK での放送が決まったので、ぜひ女子サッカー日本代表には頑張ってほしいですね。なでしこジャパンの選手たちはどう思っているのか。本来なら大きな注目を浴びるはずの女子ワールドカップも、日本では放映権の問題で前途多難な状況が続いています。そんな中、なでしこジャパンのメンバーたちはどう思っているのでしょうか。なでしこジャパンの守護神で神戸レオネッサに所属する山下彩香は、個人的にいくら振り込まれるよりかはみんなにたくさん見てほしい。ワールドカップも知らない方もたくさんいます。自分たちは結果を出して初めてそこで認められるじゃなくて、一緒に戦ってほしいとサッカーファンからの声援を望む本音を覗かせました。またミッドフィルダーで三菱重工浦和レッズレディースの名尾元光は、なでしこジャパンがワールドカップを制覇した2011年にテレビの前でその雄姿を見届けた一人。そんな名尾元は、澤さんの決勝のゴールや熊谷早紀さんの PK、 海堀さんが止めたシーンとか、そういうのはすごく残っていると自身を大舞台に引き寄せたその影響力を口にしました。さらにテレビ放映による意義として、私たちが勝ち進んでいったら、もしかしたら途中からでも放送してもらえるとか、そういう風になるかもしれない。やっぱり結果を残していくことが自分たちにできることだと思うので、それに向けてしっかり準備したいとコメントしました。個人的には少し考えが甘い気もしますが、たとえ開幕までには間に合わなくても勝利が奇跡を引き起こすこともあります。まずは未来のなでしこジャパンのために、今大会に選ばれた選手たちが大舞台で再び活躍することを期待したいですね。今回の一連の騒動について、
個人的には日本のテレビ局が放映権を獲得しないことは、男子サッカーに比べて女子サッカーは認知度など格段に人気が低いからだと思います。ヨーロッパを中心とし世界的に女子サッカーの人気が上がっていることは良いことですが、なでしこジャパンにとっては逆風になっている状況が気になりますね。ヨーロッパでは女子サッカー選手もサッカーで稼げる時代になってきています。今後日本でも女子サッカーがもっと盛り上がるよう早急に対策を打つ必要があると言えます。皆さんは今回のなでしこジャパンで注目している選手はいますか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた。